日本神奈川県鎌倉市小成町小成町は、神奈川県鎌倉市鎌倉地域にある大技。定番を持たない単独町名であり、住居表示実施済み区域。郵便番号は248-0012。鎌倉駅西側の一帯を指す。佐助川が西から東へ流れ、今、工事が南北に通る。鎌倉駅西口を出て、すぐの南側には小成通りが、今、 工事と並行するように通っている。駅の正方には、鎌倉市役所、その南に、鎌倉市立小成小学校、市立中央図書館がある。駅周辺は、商業地区、今工事の西側は、完静な住宅街となっている。古くは、大町屋桜屋敷に含まれていた。現在の地名の由来は、市役所、商工会議所、小成小学校、 私立中央図書館の一帯が鎌倉御用邸だったことによる。明治32年4月25日に自鎮災がなされ、東京の麻布第二御領地にあった御用邸が9月に移築された。文宮具与近子内親王、大宮里子内親王が秘書や秘官によく利用していたという。関東大震災で御用邸が倒壊した後は再建されなかった。 当時唯一の町立小学校であった鎌倉小学校が児童像のため雇用艇の払い下げを受けて尾成小学校が建てられた。1984年の小成小学校改築に伴う発掘調査で8世紀前半から10世紀初頭にかけての大型建物跡や木管が発見されている。この遺跡は鎌倉軍の軍跡と推定されている。また鎌倉時代から 室町時代にかけての大型武家屋敷の跡が確認されている。これらは神奈川県の指定文化財となっている。昭和40年に住居表示に伴い大町、小町、大木が谷の一部を含めて新町名、小成町が誕生した。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。平成28年版鎌倉の統計。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、鎌倉の人口と世帯数。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年2月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2018年2月22日閲覧。鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。ありがとうございます。